言い返してやろうか、言い返してやろうか。早速私が言い返そうか。論破する自信あるよ。あー、わかった。私に任せてくれ。あいつらを処そう。君さ、時々来たがるよな、ここを。え、初めてですけど。え、誰と勘違いしてる。誰と来たの。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ドキドキメモリアル続きからやっていこうと思います。8月2日月曜日からですね、さっさくんとの花火大会デート、ガチ楽しかったですね。いやー、もうほんとさっさくんといるとさ、気持ちがフレッシュになりますね。というわけで続きからやっていこうと思います。おう、今日はインハの日。3年生にとっては最後の試合だ。一生懸命応援するぞ。あー、インハイか。おう、さっさくん、いい、なんか運ぶものある？手伝うよ。あれ、さっさくんって、あれ、レギュラーじゃないの？その実力があるのに。あ、さっさくん、ありがとう。大丈夫だよ。おい、さっさ、1年でもお前は選手だろ、しっかり調整しろよ。まあやっぱそうだよね、さっさくんほどのレベルでレギュラーじゃないなんてありえんよね。部長、さっさは調整なんかいらないんですよな。え、なんだこいつ。そんなさ、やっかみ言う暇があるならさ、ちゃんと練習しな、な。いや、俺はただ全力でやってるだけですから。そうだよね、だって人一倍努力しと思う。それで勝っちゃうんだからな、俺たちの方がバカみたいだよ。腹立つ。じゃあさ、君もさ、昼休みに走り込みしなよ。その同じ努力をしてからのようやく同じスタートラインやぞ。言い返してやろうか、言い返してやろうか。早速私が言い返そうか。論破する自信あるよ。腹立つな。すごく複雑な気持ちで見守らなきゃいけない。最後の種目 1500m、 さっさくん頑張って。これだけ得点差がついてれば、流して走っても優勝は決まりだよ。ああ、なるほど、最終科目、最終種目なんだね。なるほどね、8種競技ってあれだよね、それぞれの種目で1位取って、その合計点数で優勝が決まるみたいな感じなんだろうね。そうなんですか。あいつにとっては優勝なんて当たり前で、着順1位狙って走るんだろうけどな。いいじゃん。いいことじゃん、手を抜かないって。え、なんでその悪口みたいになってんの。ハッシュ競技はそういうもんじゃないって言ってるのに、聞く耳持たないんだよ。え、まあ、ハッシュ競技を知らないにわかだからさ、まあ間違ってるかもしんないけど、1位を狙って走るって悪いことなの。そうなんだ。そうなんだじゃないよ、マネージャー、しっかりフォローして。腹立つな、あいつら。さっさくんおめでとう。よしよしよし、ナイス、実力で黙る。おお、さっさくんやったね。あ、でもなんかさっさくんさ、悲しそうな顔しとらん。なんかちょっと喜んでないよね、心から。うん、ありがとう。なんかちょっと複雑な顔してる。選手係員は閉会式の準備をお願いします。じゃあ後で。うん、なんか大丈夫か。大丈夫か、なんかすごくなんか不安だな。あ、さっさくん、あまり嬉しそうじゃなかったな。やっぱそうだよね、そう見えたよね。え、おお、贅沢言うんじゃねえよ、もっと喜べって。え、なになに、え、私の出番かい。セコム発動。俺、全種目で1位を取りたいんです。ああ、言ってたよね。え、今のさっさくんの声だよね。もういいだろう、さっさは俺たちと次元が違うんだ、何言っても響かねえよ。え、俺一番になりたいだけで、ただの陸上バカなんで。え、でもスポーツで一番になりたいっての一番大事じゃない。いいか、3年は最後なんだぜ。勝ったお前がそんなんじゃ、負けたやつが浮かばれない。ああ、なるほど、8種目の中で1位を取れなかったことに対してちょっと反省会みたいなことをしてたんだ。おう、いいだろ、さっさも着替えていくぞ。なんかな、なんかさっさくんの熱意に他のメンバーがついていけてないってのなんかかわいそうだな、悲しくなるわこっちも。おお、びっくりした。同じ反応。お疲れ様。お疲れ様、大丈夫かい。
さっさくん、あの優勝おめでとう。全種目で完全優勝なんてでかいこと言って全然だったよ。いやまだ1年生だからね、まだあと2年あるから。うん、そんなことないよ、本当にすごいと思う。これも経験だよ。君にそう言ってもらえると嬉しいな。じゃあ、今はそっとしておいた方がいいかもしれないな。せっかく優勝したのに、さっさくん辛そうな顔してた。あー、わかった、私に任せてくれ、あいつらを処そう。というわけで、そんなさっさくんとの複雑な気持ちを抱いたまま、お化け屋敷のデートに行ってこようと思います。よし、どっからにする？そうだ、お化け屋敷に行きまし、あ、どうかな、さっさくお化け屋敷好きかな、なんかそこら辺ちょっといまいちわかんないんだけど。いやでも絶叫系好きな人ってお化け屋敷好きなイメージあるんだけど。屋敷って人の家だろ。勝手に入っていいのか。いいんじゃないかな。いいと思うけど。呼んだ？よいしょ、ポン。何、ちょっと見過ぎじゃね。ごめんね。全部作り物、全員バイト。全部作り物。ごめんね、そんな苦手だと思わなかったんだ。どうだろう、君さ、時々来たがるよな、ここ。え、初めてですけど。え、誰と勘違いしてる。誰と来たの。うん、怖いけど、さっさくんと一緒だから。それを言われたら行くしかないか。かわいい、照れてる。おう、待って、あ、二人で行けば怖くないよ多分。いや怖いか、絶対怖いわ。足元だけ見ていこう、他の情報は入れない。いやそれはそれで逆に怖い。そうすれば怖くないかも。そういうこと。うっす。わあ。わかる、その気持ち。楽しんでるな。この感触、こんにゃく、なんだ。おお、違った。あ、さっさくん、なんだってか。わあわあ、手触れ合ってる、触れ合ってる。わ、いいや、なんかさっさくんの手いいな、なんかこう骨張って、なんかちょっとさ、長い指がさ、素敵だね、セクシーだわ。手どこ。お化けじゃなくて君の手のことだよ。かわいい。照れてる。あ、びっくりしてついごめんね。このままゆっくり行こう。わあ、いいね。ありがとう。いいかもな、お化け屋敷。かわいい。わあ、いいな、青春だね、楽しんでる。わあ、びっくりした。いいな、お化け屋敷。怖かった。まあちょっとズルっぽいのもあったけどな。まあ、そうだね、なんかこう音と、なんだろう、風圧でビビらせるのやめてほしいね。あのプシューって言おうと一番びっくりしたかも、わかる。俺も。かわいい。さっさくに捕まりながら歩いてたからちょっと安心だった。今はもう怖くないの？どうして。ほら、まだ怖い余韻があるならさ、捕まってよ。かわいい。めちゃんこかわいいんですけど。さっさくん、あ、手つなぎデートじゃない。あー、楽しかった、誘ってくれてありがとう。ありがとう。いや待って、有効にもなってない気がするんだけど。手つなぎデートしてくれるんだ、嬉しい。よいしょ、呼んだ。すほら、しっかりして。毎回解放してくれるんだな、ありがとう。家まで送るよ。は、行こう。わ、ありがとう。あ、イベントがあったけんかな。あれ、呼んだ。それでももう有効になっとる、私が知らんだけで。どうしよう、ポン。触りすぎじゃん。ごめん。ごめん、それについてはごめん、ひどく申し訳ないと思っている。さっさくん、送ってくれてありがとう。どういたしまして、じゃあな。わあ、爽やか。どうかした？よいしょ、ポン。帰れなくなるよ。引き止めたいわ。さっさくんに送ってもらっちゃった。お、さっさくんからメッセージ。今日はありがとう、楽しかったよ。だって、
今日は少しサッサ君と近づけたかも。あー、おごってときめいてとても楽しいときめきメモリアルでしたね。というわけで、なんか疲れちゃった感情の起伏が激しいと疲れますよね。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。いわらでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。